まず1点目、我らによる忍者ショーはストーリー仕立ての演劇のようなものではございません。一部本物の武器を使用した大変にスリムなものとなっておりますから、特に最前列に控えておられますお客人、どうぞその場から動かぬように。もしそれより前に出てきてしまわれますと、身の安全を保障しかねますので、どうぞ最後まで皆さんが楽しんでショーを満喫できるようその場でお控えください。では続いて2点目、さあ小さなお子さんがおりますが、我らの忍者ショーでは大変に大きな音が演出上発生いたします。そのためもしその大きな音にびっくりして泣き出してしまったら、親御様はどうぞゆっくりとその場をご移動くださいますようお願いいたします。さあ続いて3点目、先ほどからカシャカシャと音が鳴っております、皆様お持ちの携帯機器、こちら大変に便利な仕事ですが、しかしながら我らのショーの際、ぜひともお忍び状態こそマナーモードにしていただきますようお願いいたします。そして写真動画たくさん撮っていってください。本日の思い出として各種 SNS へアップしていただくことも構いません。ぜひとも今日大いに楽しんでいってくだされ。さあでは最後4つ目、ここが最も重要である。皆様、ショーというものは我ら忍者含めパフォーマーだけで成り立つものではございません。この場による皆様と共に作り上げていくものでありますから、ぜひ皆さんの盛り上がりをチェックしていきたいと思います。さあでは皆さん、これより共に盛り上がっていただけるという方は拍手をどうぞ。さあまだまだ盛り上がります。本当に大きな拍手をありがとうございます。これよりたくさんの忍者たちが出てきます。彼らの技が成功した折には、先ほどと同じように大きな拍手を届けてください。申し遅れました。拙者は忍者源、新参者のみであるがゆえ、どうぞお見知りおきをお願い申し上げる。では、準備はよろしゅうございますか。参りましょう。忍者ショー、開演いたします。といわれる技でございます。忍者はよく農民などに化けて任務を行っておりました。ですので草刈りなど農作業をしながら敵が近くに来たら、このまま鎌を投げたり
そのまま直接襲いかかって相手を倒していたと言われております。それでは次の技をお見せいたします。忍法復活の術ありがとうございます。
前打ち。本日は
誠にありがとうございました。立花忍者衆の演舞でございました。大きな拍手をお願いいたします。総理鉄砲隊の登場、皆様拍手でお迎えください。さあ行きましょう。いいですよ。行ってください。右に寄ってから。
って。ごめんなさい。